わあ、もうウィードパニックだ。すげえすげえ、面白そう。私の危険察知能力すごくないですか。スレスレだった今。気づいてました？今あるの。クローンを期待してずっと見てた。すごい私今。水曜。すごいな。野池に到着しました。今日のテーマはフルフッキングということで、リードがあるからその上をテロテロ引いたりとか苦手克服。この隙間にね、なんか食った今、反応があった。入った瞬間、ボトムについた瞬間だった。ほら、あ、ねえなんで。え、わかんない。ケツ噛んでんね。え、かな。ちっちゃいやつが持っていってもかもしれない。可能性あります。もうない、うん、あれ行こう。達成高いやつすぐ。あ、お。あ、抜けた。くっさんつるとこだった。今ねえ、ほら見て。お前の後ろ怖いわ。見てください、これもうボロボロ。ほら、ハイエナみたいな。ハイエナやん。いよいよダメだったら竿買いに車戻ります。もう一回だけチャンスをください。結構放置気味でした今。そんなことないか。あー、お前か、お前か。このサイズでした。はぁ、やった。終わったわ。あー、このサイズでしたね。ワンナップショット。お気に入りピンクちゃん、これを投げて。いや、さっき泳がしてたらバンって出ましたもんね、一回ね、ジグ。おお、ほら、早っ。ちょっと待って、これ結構あれかも、きついかも。毛がやばい、毛に負けてる。OK。 あー、抜けたわ。抜けたわ。抜けたし負けたし、最低な。最低。よっしゃー。ウェーイ。やった。吹っ飛んできた。足場移動しようと思ったら釣られてもらった
発。連発だーい。わーい。楽しいこの釣り。すごいよ。頑張ってる。頑張ってる。連発しちゃってる。無双できそう。おー、遊んでるね。遊んでる。遊んでるね。遊ばれてるのか。後者ですね。完全に。ということで、タックルじゃない。タックルを強くしました。701。ヘビータックルにして、ぶち抜ける。ぶち抜きセッティングで。イエーイ。お、若干サイズアップ。あ、帰ってた。帰ってきました。オートリリース。お、しゃ、お、なんかいいサイズ。なんだかいいサイズだ。やった。なんだかいいサイズきた。なんだかいいサイズきた。あー、こけたかやった。ミスバイトして探してたんじゃないですか。かもしれないですね。いい綺麗な魚だ。取り返した。いや、ちゃんといい前振りがある。そうですね。さっきのはもう盛大な振りでしたね。もう一個の方行ってみますか。もうだいぶやりきった。はい、ここはもうちょっと結構満足。ザ・フルフッキング場に移動してきました。ここはなんかまたでかいのがいるみたいで。いや、入っていくのかなこれ。入っていかない。入っていかない。ちょっと重たいやつやめてもいいかな。ゴポッ。他のとこで言った。そんなことある。何中大変。よし、行け。今全然無理。全然無理だった。上がってくる気配なかったもん。クソでっかいのあります、ね、やばいよ。ぶち抜きますね。顎笑いのみたいな。
割れる可能性あるか、前歯が折れるか。はい、じゃあ行っていいですか。はい、すみません。あるんです、出てこい。なんだか釣れそうな気がする。着しました。もう潔くこれ1個で、これをもうずっと下流に歩きながらずっと投げ倒していく感じでやっていきます。私の相棒、見てください、この傷、もう傷だらけ、ボロッボロ。働いてますよ。あー、いいですね。今日も調子が良さそうです。何かが追ってきた。小さい同じサイズの魚が追ってきました。何もありません。さようなら、クワノロは。さようなら。水面が見えてきた。それはいいんでしょうか。よろしくない。よろしくない。なんだって。足場が減ります。なんだって。うわ、すげえ。全部っすよ、ここ誰も入ってないんだ。お前ね。うん、ダムに来ました。福井ダム、メジャー、メジャーフィールド初場所。ちょっとここは巻きでやっていこうかなという感じで、ドーンで、ドーンでドーン。あー、これ減衰してたら降りれるんですね、ここ。そうそうそう、ちょっと段があるよ。はい、なるほどなるほど。バッチがついてきました。ちっちゃこいつ、かわいい。こんなのブレードみたいな。ブレードでしたね、完全に。もう50センチ少なかったらな。足跡がある。
めにくくキャスやった。え？ポイントは諦めるキャスができる、はい、うわーでっか、絶対バレてるじゃん、あの動き。ルアーの名前まで当てて、当てそうな感じの嫌だ。はい、ドンでしょって。イエーイ。あ、もう5時半なんですか。5時半やで。わあ、夢中じゃん。縁も竹縄ですが、そろそろお開きにしますか。一発ドーンってこんかな。ドーンってそういうことから名前ついたんですかね。知らん。聞いてみようかな。これ名前の由来なんですかって。